馬ヒヒーン馬です。僕はですね、株の話ではなくビットコインの話をしています。仮想通貨、暗号資産がですね、雑所得っていう話までは知ってる方多いと思うんですけれども、年収によってですね、税金自体が違うっていうところを、ご存じない方も多いと思いますので、役に立てる内容になるんじゃないかなと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてですね、見ていただいたら嬉しいです。それでは始めていきますので、よろしくお願い。ヒヒーン！はい。ではですね、ビットコインの1年のチャート、日本円で表したものなんですけれども、現在価格が338万円になりますね。で、この1年のチャートで、最安値のところがちょうど1年前の、約59万円になります。で、最高値というのが少し前の、425万円になりますね。で、最安値から最高値の価格変動っていうのが約 7.2 倍になります。で、ここまでですね、価格上昇するまでの間に、非常にまた再び話題になってましたので、今まで仮想通貨、暗号資産に手を出してなかった方っていうのも、新たにですね、市場に参入してきた方も多いんじゃないかなと思います。で、例えば高値掴みで約400万以上とかで、1ビットコイン、400万以上でですね、掴んでる方からすると、現在の338万円っていうのは、非常にちょっと価格も落ちてですね、ストレスになっているところはあるかもしれないんですけれども、ビットコインとか仮想通貨っていうのはですね、1日で 10% の調整とか、そういったのはよくあるところなんですよね。で、例えば、最安値の59万円と言わずですね、1ビットコイン仮に100万円で取得している方の場合なんですけれども、現在価格約338万円からですね、仮に 70% 暴落したとしても、取得金額と同じになるわけなんですよね。ということでですね、低い金額で取得している方からすると、10% や 20%、30% 程度の調整っていうのはですね、もう全く何とも思わないというところなんですよね。なので、ちょっと高値で掴んでいる人からすると、なかなかこのストレスを乗り越えるっていうのは非常に苦しいところじゃないかなと思うんですけれども、長い目で見たときにですね、価格が上がるかなと、将来期待できるなっていう方はですね、我慢のしどころじゃないかなと思います。はい。ではですね、ここで動画の本題になってくるんですけれども、仮想通貨、暗号資産の方は、雑所得っていうところまでは知ってる方が多いんですけれども、雑所得っていうのが、20万円を超えなかったら申告いらないだったりとか、20万円を超えた場合にはかかってくるんでしょと。でも、実際にどのぐらいかかってくるっていうのを知らない方が多いので、簡単にですね、一覧で表を作ってみたので、参照していただいたらと思います。左の縦軸が、自身の年収になりますね。年収400万円から500万、600万と続いて1000万円まで用意しています。で、横軸なんですけれども、こちらが利益になります。で、100万円、300万円、500万円、1000万円と用意していますね。で、利益の出し方なんですけれども、売却額、引く購入額、引く手数料になります。例えば、300万円でビットコインを売却してですね、購入金額は200万円でしたと。で、手数料が仮になかった場合っていうのは、利益は100万円になります。で、例えば、表の方でですね、年収が800万円でですね、利益が100万円だった方っていうのは、まず所得税っていうのが20万円、で、住民税が10万円、で、税金の合計っていうのが30万円必要になります。で、その場合ですね、100万円利益は出てるんですけれども、実際手元に残るのは70万円となります。で、同様にですね、もっともっと利益が出た場合どうなるかってなると、仮に1000万の利益が出て、同様にですね、800万円の年収の方の場合なんですけれども、まず所得税が278万円、で、住民税が100万円、で、税金合計っていうのが378万円になります。で、その場合ですね、1000万の利益が出てたんですけれども、手残りになるのが、622万円になります。このようにですね、実際思ってた額よりも、手残りが低いんじゃないかなと、この表を見て思った方も多いと思うんですけれども、現行の課税システムではですね、このような税金になっています。はい、続いてですね、利益が出てる方ほど要注意が必要ですっていうところなんですけれども、
まず暗号資産でのですね、税金のかかるタイミングっていうのが、一つ目に暗号資産の売却ですね。まあ、こちらビットコインの売却だったりになります。まあ、当然その時はですね、利益確定利確とみなされますので、税金の方も当然かかってきます。で、二つ目にですね、暗号資産同士の交換。まあ、ビットコイン持ってる方がビットコイン建てでイーサリアムをこう、購入するとかですね、実際途中で日本円に変えてないので、コイン同士の交換なので、税金かからないっていう認識の方もですね、2017年だったり18年の時は非常に多かったんですけれども、このコイン同士の交換っていうのは、利益確定、利確とみなされるので、まあ、特にこの2番のところ要注意ですね。で、3つ目に暗号資産での買い物。まあ、日本ではですね、現状なかなかビットコインで買い物できますっていうお店自体が非常に少ないと思うんですけれども、もし今後ですね、ビットコイン持ってる方が、街中なんかで、そういったお店を見つけてもですね、基本的にはおすすめは、ビットコインでの買い物をおすすめはしないかなと思います。まあ、ビットコインでそこで買い物したときに、そのタイミングっていうのも、利益確定、利確とみなされますので、税金が発生するタイミングとなるので、まあ、後の計算が非常に複雑になります。で、まあ、その他ですね、利確とみなされるタイミングはいくつもあるので、またそれは、時間あるときに、見てもらったらと思います。で、今回ですね、事例として、挙げるんですけれども、2019年に1ビットコインを100万円で購入した場合の例ですね。2020年にですね、1ビットコイン400万円に高騰した際に、イーサリアムに交換をします。で、当然その時点で、税金の方がかかってきますよね。で、今年2021年に、まあ、仮にイーサリアムが大暴落をしましたと。で、2020年にですね、イーサリアムに交換した際に、税金がかかることをですね、分かってない方、コイン同士の交換で利確とみなされることを知らなかったっていう方が、まあ、2021年に税務署から注意を受けるというか、請求が当然来るんですよね。で、その際に手持ちで現金がないからっていうので、慌てて現金を作ろうと思った時に、まあ、手元にあったイーサリアムが大暴落と。で、慌てて売却をするものの、まあ、利益が当然ですね、大幅に減少する。まあ、もしくは、利益のところから逆にマイナスになる可能性もありますよっていう内容ですよね。次の表でですね、ちょっとわかりやすく説明します。はい、続いてですね、利確後にですね、暴落あった場合っていうところなんですけれども、考えられるケースとして、コイン同士の、交換ですね、ビットコインを、アルトコインに変えて、アルトコインをビットコインに変えてとか、まあそういった場合もですね、先ほど述べたように、都度利確とみなされて税金かかっていきます。で、そのことに気づかずですね、税金がかかってくることに、気づいた時にですね、現金を作るために、当然持ってるポジションを、売却して現金を作ることになると思うんですけれども、まあ、その際に暴落が起こってしまった場合っていうところなんですよね。で、この表はですね、50% 暴落した場合どうなるかっていうところなんですけれども、まあ、例えば、年収が700万円で、利益が本来100万円上がってた場合、で、後に 50% 暴落しましたっていう場合なんですけれども、所得税が20万円、で、住民税が10万円、で、税金合計が30万円、で、100万円の利益に対して、残る手残りが20万円と、ガコンと落ちてしまいますね。で、続いて、1000万の本来利益が上がってたけれども、まあ、700万円の年収の場合どうなるかってなると、267万円の所得税、で、住民税が100万円、で、税金合計が367万円、で、1000万の利益に対して、もう手残り自体が133万円になってしまうんですよね。なので、ビットコインっていうのは、まあ、仮想通貨全般で言えるんですけれども、まあ、コインの交換都度に、利確とみなされて、税金かかるっていうところを注意してですね、最近いろんな動画でですね、次にアルトコインが来る、ビットコインからアルトコインを購入した方がいいとかですね、進める方もいるんですけれども、こういった税金のトラブルに巻き込まれることもあるので、まあ、慎重にされた方がいいと思います。
はい、続いてですね、利確後に 70% の暴落あったらどうなるかっていうところなんですけれども、まあ、1ビットコインが340万円のところが、まあ、102万円になるような金額ですね。で、700万円の年収の場合に100万円の利益があった場合ですよね。まずかかってくる所得税が20万円。で、住民税が10万円。税金合計が30万円。で、70%の暴落あった場合っていうのはもう手残りが全くないんですよね。0円になります。で、もっともっと言うと、例えば年収が700万円で1000万の利益があったと。で、コイン交換でですね、利確に気づかず、で、70%の暴落を迎えてしまった。その場合も、同じくですね、所得税自体は267万円。で、住民税は100万円。税金合計が367万円。で、70%の暴落に巻き込まれたと。で、この時に、1000万の利益があったのに、なんと、手元に現金なく、で、持ってたコインを売却して作ろうと思ったら、67万円のマイナスになってしまうんですよね。まあ、こういった注意っていうのが、ビットコインはじめ、仮想通貨暗号資産ではありますので、まあ、重々、利確には注意して、なるべくポジションの方ですね、あんまり変えない方がいいかなとは思います。はい。さらにですね、ビットコインで利益が上がることで注意することが、もう一点あります。はい。自動手当なんかも注意が必要ですね。はい。3歳未満の場合は、今現状、月額で1万5千円。で、中学校卒業までですね、月額1万円の支給があるんですけれども、まあ、そもそも、年収が960万円を超えてくると、支給額は減額されて5千円になります。で、2022年の10月からはですね、年収が1200万円を超えると、まあ、支給そのものがないですよっていうところですね。で、例えばビットコインなんかで、100万円の利益があった場合ですね、年収が900万円の方は、1000万円の計算になりますよね。で、従来だったら月額1万5千円が12ヶ月もらって、18万円もらってたんですけれども、それが雑所得を得ることで、支給額が減額されて5千円になりますと。で、それが12ヶ月で6万円になりますと。すると、12万円の児童手当が年間でマイナスになるので、まあ、そういったところも注意が必要となります。で、本来ですね、児童手当の計算というのが、まあ、扶養親族の人数であるとかですね、まあ、実際雑所得っていうのは年収ではなくって、所得額にプラスされて、計算を出すとかですね、ちょっとまあ複雑なんで、まあ、この動画では少し分かりやすくですね、ざっくりとした計算で出してますので、まあ、実際にはですね、ご自身の方で役所なんかで確認いただくことが、必要かなと思いますので、ご注意ください。はい、最後にですね、馬からのお願いです。この動画で使用している資料なんかは自由に共有いただいて構いません。で、投資の方は自己責任でですね、情報が古いだったりとか、誤ってる場合もあると思います。で、責任の方は負いかねますので、自己責任でですね、お願いいたします。で、今後もですね、馬の情報を皆さんにお届けできればと思いますので、これからもよろしくお願い。ヒヒーン。